な。友達が夜中に寄省あげながら麻雀して警察呼ばれてた。それはあかんね。それはダメです。それはいけません。俺も小学生の、中学生の頃、あの、おかんが家、なんか仕事かなんかで、家開けてる時友達俺の家読んで、3人ぐらいで、家の中でドッジボールしてたら警察呼ばれたな。めちゃくちゃキレられた。ほんまに。めちゃくちゃキレられた。ひたすら平謝りして、 難を逃れたけど。あれは怖かった。やめようって。もう、迷惑やからやめようって。もうすごい盛り下がった。それ以降。黙ってみんなでマリパしてたな。その後は。警官に怒られたんが。うん、警察が来ちゃって、家に。すっごい怒られたな。 うちの上の韓国人部屋でバスケやってるわ。えげつないな。注意しや。夜公園でサッカーしてた、警察来てた。あったな。でもなんか、なあ。子供の頃、やっぱ夜は危ないからね。うん。危ないから。騒音で警察呼ぶけ。相当うるさかったやろな、多分。夜。で、田舎ってあれやからね。 割と、マジすぐ警察呼ぶからね。田舎の人って。わかります田舎の人は割とすぐに警察を呼ぶよ。全然。あのー、厄介事がめんどくさいからね。うん。禁止の場所増えすぎやけどな。まあな。今の子供たち。 モンハンの時さすさす言いながらゲームしてたけどよく警察呼ばれなかったら、まあ大家さんに怒られましたけどね。大家さんには怒られましたけどね。はい。悲しいから。<laughs> 田舎は噂もすぐ回るしね。そういうことよ。